宇宙快速船は1961年の日本映画。サブタイトルはアイアンシャープ。主演、千葉真一。監督、大田博史制作、ニュートウェモノクロ、投影スコープ、75分。スーパーヒーローであるアイアンシャープが地球侵略を図る宇宙人と戦う物語を SF アクション特撮で描いた作品。 千葉新一の主演第3作で、テレビドラマ、ナショナルキットを土台として映画化された。千葉の華麗なアクションと特撮による、都市破壊シーンが話題となり、ラスト20分は、臨場感あふれる展開が繰り広げられている。タイトルにもなっている、宇宙海賊船は、ミニチュアとスポーツカーを改造した実写で表現している。日本では1961年7月19日に、公開され、 アメリカ合衆国では1962年に、ウォルター・マンレー・エンタープライ・ジーズの配給により、特別番組として、インベージョン・オブ・ザ・ネプチューン・メンのタイトルで放映された。レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのアルバム、バトル・オブ・ロサンゼルスの1曲目、テスティファイ・テスティファイのミュージックビデオには、本作から宇宙人の来襲と逃げ惑う地球人のシーンが流用されている。 2005年4月21日に東映ビデオより DVD が発売された。少年宇宙研究会の子供たちと交流する宇宙、科学者の立花慎一はちょっと頼りないが、気立ては優しい青年である。ある日、少年たちは宇宙船から出現した謎の宇宙人たちと遭遇し、旋風と共に現れた謎のスーパーヒーローに救われる。少年たちは、 宇宙人の出現を訴えようとするが、大人たちはなかなか信じようとしない。やがて現場に残留する金属片が宇宙の物質であるロギウムとパニウムと判明し、新一と彼の恩師、谷川博士たちによって分析された結果、地球侵略を企む海王星人の襲来が予見される。宇宙船の攻撃を受けて危機に陥った地球は、 最強の科学防御壁であるエレキバリアで対抗するが、海王星人たちはバリアの停止を企てて地球に潜入する。そこへ再びヒーローが現れ、海王星人と対決する。アイアンシャープと呼ばれるその正体は依然として謎だったが、彼こそは高度な科学力と優れた肉体で地球の平和を守る勇者だった。アイアンシャープは陸海空を自在に活動する。 宇宙快速船に乗り込み、総攻撃を開始した複数の小型宇宙船を迎え撃つ、海洋星人と戦うアイアンシャープ、ありがとうございます。